ボートレース渋谷この第42回白慶賞、今日は予選の最終日です。終盤戦に入りまして11、12はポイントアップのレース、11レースは特別選抜戦です。待機水面は1、2、3、4、5、6、ここは枠内でしょうか。まずホームがインコースに1号艇静岡松下和也、2コース2号艇岡山岡部隆、3コースに3号艇東京海老沢靖之です。4コース4号艇静岡原豊人、5コースに5号艇福岡高倉和人、6コースに6号艇群馬の加瀬智広、枠なりです。さてここは当確は2番の岡部、4番の原、5番の高倉と見られます。残る3人が勝負枠か。1番の松下は3着以上条件でしょうか。3番海老沢は4着ないし5着、6番の加瀬も4着ないし5着は必要と見られます。ちょっとボーダーが上がりまして、各選手、勝負枠の選手はなかなか気を抜けない一層入魂の走りが続きます。外3艇から進入開始、進入コース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。第11レース特別選抜戦、1秒前、スタートしました。インからまず1番の松下和也がいいスタートを切って1周の1枠へ、そのまま押し切るか。0台後半のスタート、1番の松下が先頭でバックにありました。少し膨らみましたが、先頭1番の松下、2番手には3番の海老沢、3番手に2番の岡部、上位体系1番、3番、2番、まだここは判定審査ずつ接戦の状態です。残る3艇、内から6番、4番、5番、外枠勢が3艇、並走状態です。スタートは正常、第2ターンマーク、先頭1番の松下、そして注目2番手以降ですが、2番の岡部が2番手、3番手、わずかに5番の高倉リード、3番の海老沢が現在4番手ですが、まだここは2番手あるいは3番手以降が接戦、混戦か。2周1枠、1番の松下から、そして2番手は2番の岡部、その外を5番の高倉3番手、1、2、5と上位3艇、後ろは3番、4番、3番、海老沢、4番の原は今4番手競り合い、新外6番の加瀬です。まもなく2周第2ターンマーク、1番の松下から2番の岡部、そして5番の高倉3番手折り返し、1番、2番、5番、上位3艇ほぼ落ち着いてまいりました。インからトップスタート、1番の松下がそのまま主導権握りました。2番手以降は2番の岡部、3番手5番の高倉、5番高倉途中3番手の浮上です。1番、2番、5番の順で最終バックに入っています。1番松下、これで当確となります。2番手、2番の岡部、3番手、5番の高倉、フレッシュルーキー5番の高倉は3番手、1、2、5で最終第2ターンマーク折り返しです。最後の直線コース、まもなくゴールを迎えます。残りあと 50m、 1番松下和也が先頭で五輪、2番手2番の岡部、3番手5番、その後4番、3番、最後6番がゴールしました。以上第11レース特別選抜戦でした。